斉藤陽介と共に子供たちへの指導をサポートしてくれている有明葵選手。彼女の提案で女子チームを集めた強化試合が行われた。参加チームの中には昨年度のアンダー18-3×3 日本選手権優勝チームも。有明葵率いるプロチームに対してチャレンジ生はどのような戦いを見せるのか。プロを目指すっていうのはできないんじゃないかって思ってほしくない。一度辞めた人でも文字になれるんだっていう、なんか道しるべに自分自身がなれればいいなと、まあ、バスケットボール人生の中でも集大成として待っててもチャンスっていうのはやっぱ掴めないと思う。一つの物語を知りたくなって覗く世界さ願わくルールはそれだけで10分で21点の普通の試合と同じゲームをします。この、今日の大会は一応ですね、有明葵さんの有明カップとして、今日は開催させていただきます。なのでぜひ一言お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは、今日はインテル大泉の有明として来ています。私はですね、ミーツコーチというプロジェクトをやっていて、学生アスリートの皆さんに、練習だったり試合を通して、何かこう気づきを持っていただく、そのきっかけの場作りという、プロジェクトをやっています。で今回陽介チャレンジというところで、3×3 で特に女子の皆さんに、こういうカップ戦という機会を、設けさせていただいて、何か一つでも皆さんにとってプラスになる、きっかけ作りになればいいなと思って、陽介さんにお願いをして、コラボさせていただきました。でまた今回インテルのメンバーを連れてきましたので、私たちも全力でプレーをさせていただきますので、皆さんにとって私たちにとってプラスになる機会になればいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、プロチームもいます。で、本番と同じようなこういうリーグ戦で、最後順位決定戦まで行くので、今日はですね、勝ちにこだわってやってください。何か試したいこととかいろいろあるとは思うんですけども、最終的に、21点以上取ってるか、10分間で、どっちが点数が多いか、もうそれだけ、それを求めてやっていきましょう。そのために必要な、例えばタイムアウトをいつのタイミングで取るとか、ファールをどういうのタイミングでするとか、そういうリーダーシップを、発揮する声とか、これはコーチがいない、競技なので、自分たちの中でそういうものを築き上げていかないといけない。そういうものを、今日はしっかりと自分たちで話し合いながらやっていきましょう。で、あと例えば勝数が1勝1敗とか、なんか2勝1敗とかこう並んだ場合、得点が優遇されます。みんな知ってると思うんだけど、全試合の自分たちの総合得点が多い方から順に、優遇されていくので、勝敗数とかがこう一緒だった場合、とにかく得点数、得点を多く取ってないといけない。だからできるだけ負けたとしても得点を最後多く取って終わった方がいい。そういうところも意識していきましょう。今回の大会は4チーム総当たりのリーグ戦を行い、上位2チームで決勝戦を行う。まずは斉藤陽介が各チームに合った戦術やセットプレーを伝授。試合に向けて各チーム調整が行われた。今日気をつけながらプレーしてほしいのは、まずディフェンスの強度。ディフェンスの強度をもう今までとは桁違いになるぐらい上げてほしいです。ピックアンドロールとかスクリーンに来たケース、この場合よく、ボールマンから離れてスイッチをしたりとか、選んでしまうケースが多いんだけど、スクリーンに来てる時こそとにかくボールマンプレッシャーをかける。
試合前に参加チームを紹介しよう。まずはトライアウトチームデーアだ。自らチャンスをつかみ取り、プロジェクト参加を決めた。彼女たちの成長具合にも注目したい。有明さんに結構アドバイスいただいてて、コミュニケーションをとにかくいっぱい取るようにっていうのを言ってくださってるので、それを乗り越えないといけないかなと思います。続いて埼玉の強豪久喜高校を紹介しよう。久喜高校は5人制と並行して 3x3 にも積極的に取り組んでいる。今回は上級生を含む2チームがこの大会にエントリーしてくれた。まず1チーム目はプロジェクト参加チームであるクキネクストだ。今日の目標は、前回ミーティングで言われたようにディフェンスの部分を相手を簡単に外に出させないっていうところと、あとオフェンスでは自分たちのつながりっていう部分を意識して、個人のプレーではなく全員がつながったプレーをできるようにしていく目標です。そして2チーム目は上級生プレーヤーで構成されたクキジムラッツとなる。今チームでもディフェンス強化の部分を頑張っているので、そのディフェンスの部分を 3x3 を通して強化できていけたらなって思っています。上級生には負けられないので、点差的にもノックアウトをして圧倒していきたいと思います。久喜ジムラッツは昨年開催された 3x3 第7回大会で全国優勝を果たしている。1年生チームが上級生チームを倒し下克上を果たすのか、はたまたファーストチームが格の違いを見せつけるのか。そして最後に紹介するのは有明葵選手も所属するペリテックインターナショナル大泉、通称インテルだ。このチームは2020年に新設されたプロの 3x3 チームで、今年から斉藤陽介がコーチを務めている。実力も考慮し、インテルには最初からチームファウル6個が与えられている。一度でもファウルをするとフリースロー2本が相手チームに与えられるルールだ。私たちも大会を控えていますし、日々レベルアップするために練習しているので、今日このゲームをやらせていただけるっていう機会を大事に、手を抜くつもりは全くなく、自分たちの持っている課題に真摯に取り組みたいと思いますし、その私たちの取り組む姿勢が少しでも皆さんにとってのこう学びだったり気づきにつながってくれたら嬉しいなというふうに思ってます。それでは試合を開始しよう。まず2やられないことだけど、ドライブファウルしてでもいいから、ステップインされる前にファウルして止めて、
で、ダメならドリブルでいいよ、最後。頑張ろう。硬いっす、最初の時に硬かったけど、まあ言えばディフェンスの強度はあるんですけど、もうちょっとやっぱ叩かないといけないし、ファウルも全然少ないし、もっと激しくやらないといけない。10分今日暑い中ですごいしんどいと思うんだけど、すごいいい練習だと思うから、この強度で高めてやっていこう。で、クキとトライアウトチームの大きな違いって、やっぱり今みんな寄せ集めだよね、一時的な。だけどクキ高校って毎日練習してるチームなんだよ。だからチーム力っていうのをすごいやっぱ短期間で高めていかなきゃいけない中で、絶対的に足りないのが声。絶対足りない。いいことも悪いこともお互いに言い合わなきゃいけない。悪いとこだけじゃなくて、誰かがリバウンド取ってくれたりとか、誰かがシュート決めたりとか、自分のことのように喜べる人が、ま、今のところいない。まだもっともっとそこを高めていかないと、短い時間期間でチーム力って上がっていかないから、ベンチにいる人も中の人ももっと声を出した方がいい。いいこともみんなで喜ぶ、ハイタッチももっとした方がいい。絶対にみんなでもっとこうしようっていうのを話し合ってやっていけるようにしていこう。うん、ゆうなちゃんが声出してるのはすごく伝わる。だけどそれに対してもっと返事をしたりとか、もっともっと、なんだろう、みんなで本当に作っていく、チームを作っていくっていうのを意識してやってみよう。うん、ベンチの人はね、12秒絶対数えた方がいい。 OK、 うん、もったいないよね、一緒にやれる時間って限られてるんだからね。うん、頑張っていこう。ありがとうございます。やっぱりあんまりこうコミュニケーションを取れてないので、まずはやっぱり声出すことを中心にやっていかないといけないっていう部分と、その今日やるべきことがディフェンスの強度を上げることなので、その部分ですね。もっと声出して、やってる側としてはその気づけない、例えば2分続いてた場合って自分たち必死なんで、あんまり気づけなかったりするんですけど、外から止めてって言われると、あ、長いんだなって、続いてるんだなって分かるんで、そういうところ出していきたいですね。インサイドを生かしてもいいけど、逆にディフェンスのパターンは相手がその、大きさを利用して素早さで攻めてこうとするから、それにちゃんと対応したい。そうしないとプラスマイナスゼロになる。 3x3 あるあると思うんですよ。そのすごくやっぱ大きい選手がいると有利な部分もあるし、かなり不利な部分も出てくるんですよね。だから大きい選手でもこう外にちゃんと出れるように、外のディフェンスもできるような選手じゃないと、プラスマイナスゼロになっちゃう、マイナスの部分も出てきちゃうっていうのは結構スリスリあるんですよ。自分的にはみんなたくさん動いてたのに動けなくて、ちょっとあんまり良くなかったなって思います。自分がリバウンド取った時とかのパスが遅くてスムーズに回れなかったから、攻撃するその回数が少なかったから、次はそのもう少しパスをうまく出せるような正確なパスをちゃんと出してあげて、もっとプレーできればよかったなと思います。Thank you.
けていこう。ワン、ツー、スリー、セーブ。ほとんどがこの白の線を超えてんだよ、鳴らしてないけどね。ってことはやっぱまずアウトレットパスをもらうのにここでもらっちゃうぐらいディフェンスに圧倒されてるんだよ常に。じゃなくてもっともっと強く体をぶつけたりとかしてスリーポイントラインの近くでできるだけもらわないと、もうもらった時点で煽られてる。それをまず解除した方がいい、クリアするようにした方がいい。常に、腰を落としてもらった時からもうディフェンスと整体できるような位置関係に行った。最後の試合では結構最初に比べたらやっぱ声全体が出せて、それで盛り上がってなんか声出さないで沈んだまま やるんじゃなくて声出しながらやれたのは、何試合かやって良くなっていった部分かなっていうのと、自分が高校で普通に5対5でやってた時のチームはあんま、まあ、強いっていうチームじゃなくて、このチームでなんかいろんなプレー、なんか形、セットオフェンス作ったりとか、そういうのをやる機会が多くて、そういうのは自分にとっても頑張んないとなって思うけど、まあ、結構自分には刺激になってます。の部分もしっかりフリーのところを見てパスを出してた部分が前より増えていたので、そこは良かったのかなって思っています。普段自分たちは 3×3 をやるってなると、その自分たちの高校内でしかやってなくて、他の高校生チームとやったのは本当に今日が初めてだったので、そこでその自分たちに足りないものも見つかったし、自分たちができていた部分も見つかったので、そういう自分たちにたくさんの刺激を与えてくれるなと思って、すごいいい経験ができると思います。その先輩たちのアウトレットパスの速さとか攻めの速さに対して自分たちが追いつけてない部分がまだまだたくさんあって、とその自分たちがメンバー入れ替わった時にでも、同じ自分たちのプレーができるようにしていかないと、先輩たちのことをまだ抜けないと総当たり戦の結果、上位2チームは全勝のインテル、そしてインテルに1敗を喫したクキジムラッツとなった。
はい、皆さん、お疲れ様でした。だいぶ長いこと、試合したんですけれども、やっぱりインテルの、ディフェンスの強度はやっぱ高いと思います。ただこういうディフェンスに、慣れておくべきだし、このディフェンスに慣れておけば、他の高校生なんてやっぱりあんまりこう強度はあんまり強く感じないんじゃないかなというふうに思います。だから普段の練習からもこのディフェンスが、一番強いチームはやってくると思って、しっかりと思い返しながら練習してください。はい、お疲れ様でした。じゃあ、有明さんから一言いただきます。こう戦おうってしすぎてボールが孤立してしまうケースがあるので、やっぱりボールと人をもっと動かしてい、くこと、そういう時こそ相手が強い時こそボールミートも強くして、ボールと人を動かすというのを意識してやってみてください。その方が私たちもディフェンスで余計に動かないといけないので、そういうところを意識してほしいというのが1点です。で、2点目は、3x3 で監督がいない種目だと思うんだけど、斉藤さんからのアドバイスいろいろ今日受けた中で、それを自分たちのものにしていくっていうのはやっぱ自分たちで、ものにしていかなきゃいけないんだよね。だから、成功した時ともう少し改善していった方がいい時っていうのは、中でやっぱりグッドプレーなのか、もう少しこうした方がいいっていうのをコミュニケーションをもっと取った方がいいと思います。もうしっかり一個一個積み重ねていけるように頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。陽介チャレンジの方は、高校生が対象になってますけど、こう大きく括りで3バイって見ると、本当に枠を超えていろんな強度の人とプレーができるっていうのは一つの魅力だと思ってるので、それをまあこういう機会で伝えられたらいいなというふうに思って、はい、企画の方させてもらいました。やっぱりやるごとに上手になってるんですよね。こう3バイ慣れしてきてるというか、やはり斉藤さんからのアドバイスを忠実にこうやろうとしている姿勢というか、こう言われたことをしっかりやろうとするその向上心っていうのは、やはり年齢関係なく私たちも見習うところはあると思ってます。その影響を持って私も元高校生以上に頑張るぞという気持ちで今日は、はい、戦わせていただきました。陽介チャレンジにこう、トライした皆さんっていうのは、もうそのまず気持ちが本当に素晴らしいと思っていて、その思いをこう表現できる場として、陽介チャレンジという舞台がある中で、本当に斉藤さんっていうのはもう本当トップの 3x3 の選手だと思っていますし、私自身もこう斉藤さんから学ばせていただいたおかげで、本当に新しい世界をこう見させていただいています。で、本当に私も今バスケット 3x3 を楽しんでいます。となので、この陽介チャレンジにこうトライしたのはもちろんなんですけれども、こう陽介さんからこう学んだことっていうのをこう一つでも多く取り入れていただけると、きっと新たな世界を見ることができると思うので、チャレンジのはもちろん斉藤さんの一言一句ものにして、はい、頑張ってほしいなと思います。